人気車種でもほとんどが3ヶ月以内に出荷予定。半導体不足などの事情により、思うように新車が生産できない状態が続いています。一部の国産自動車メーカーでは使用を限定するなど、納期を早められるよう工夫をしていますが、それでも半年程度の納期は当たり前と言える状況。そんな中、 マツダは3ヶ月以内に工場出荷できるとされているモデルが豊富です。納期重視で新車選びをするのであれば、チェックしておきたいブランドではないでしょうか。1月下旬時点での工場出荷時期目書から3ヶ月程度のマツダ車をピックアップすると、以下の通りかなりの数になっているほどです。 主な松田社の工場出荷時期目と、CX30 パイプ全グレードパイプに3ヶ月程度。MX30 パイプ E スカヤティフ G2.0 パイプに3ヶ月程度。CX5 パイプ全グレードパイプに3ヶ月程度。CX60 パイプスカヤティフ G2.5 パイプ34ヶ月程度。 CX60 パイプスカヤティフ D3.3 パイプに三ヶ月程度 c x 六十パイプ E スカヤティフ d 点三パイプに4ヶ月程度 CX8 パイプ全グレードパイプ34ヶ月程度マツダ2パイプ全グレードパイプに3ヶ月程度マツダ3パイプ全グレードパイプに3ヶ月程度 ロードスターパイプ全グレードパイプに3ヶ月程度。4ヶ月かかるグレード。CX3 パイプ全グレードパイプ4ヶ月程度。MX30 パイプ E スカヤティフパイプ56ヶ月程度。CX60 パイプ E スカヤティフフェーパイプ4ヶ月程度。マツダ6パイプ全グレードパイプ56ヶ月程度。 ロードスター RF パイプ全グレードパイプ4の5ヶ月程度。人気モデル CX30 のエントリーグレードも2ヶ月。例えば CX30 のエントリーモデル 20S2.0L ガソリンエンジンのマイルドハイブリッド仕様のスターティングプライスは2458,500円の場合。 最短2ヶ月での工場出荷となっています。サイズ感では CX30 と重なる部分もありますが、観音開きドアを採用した空手 SUV として、明確なキャラクターを主張する MX30。こちらも最短2ヶ月が工場出荷目度。MX30 には EV 仕様もありますが、納期が短めになるのは、 2.0L ガソリンエンジンのマイルドハイブリッド仕様の方。こちらはスターティングプライスが264万円と。個性的な外観の割に手頃な設定となっているのも嬉しいところでしょう。注目の新型 CX60 も人気のディーゼルが2ヶ月。松田がラージ商品群と呼ぶ。 完全新設計の FR プラットフォームを採用したミドル級 SUV の CX60 も直列6気筒クリーンディーゼルを積むグレードについては最短2ヶ月程度での工場出荷が期待できるモデルです FR のミドル級 SUV というと500万円前後の価格帯を想像してしまうかもしれませんが 直列6、筒ディーゼルエンジンを積むエントリーグレード。2WD 車、のメーカー希望小売価格は3239,500円です。納期の速さも合わせて狙い目モデルと言えるかもしれません。ちなみに、CX60 の E、スカヤティフ D3.3 というのは、直列6、筒ディーゼルエンジンのマイルドハイブリッド仕様、 こちらは全グレードが 4WD だけの設定スターティングプラウシャ505万4500円となっています世界のロードスターもオープンモデルでは異例の身近納期 FR といえば松田の両親であり魂と言えるのがオープン2シーターのロードスターです 1.5L エンジンを積むソフトトップのモデルについては 工場出荷時期が2から3ヶ月となっています。他社では趣味性の高いモデルは、納期が年単位になっていることも珍しくないことを考えると、ロードスターの納期は異例に短いと言えます。スターティングプライスが2689,500円とオープンにシーターとしては、リーズナブル、買いやすいスポーツカーと言えそうです。 ベストセラーモデルの CX5 も2から3ヶ月と短い。ところで、マツダのラインナップで最も売れているモデルを知っているでしょうか ?2022 年の実績で言うと FFK プラットフォームのミドル級 SUV である CX5 が最人気モデル。国内で販売されたマツダの新車のうち4台に1台が このクロスオーバー SUV となっていました。パワートレインの中心を 2.2L ディーゼルエンジン、2.5L ガソリンエンジンとする CX5 の工場出荷目度は2から3ヶ月程度。また、CX5 のボディを伸ばして、3列シートのキャビンに仕立てた兄貴分の CX8 も、3から4ヶ月の工場出荷目度となっています。 それぞれスターティングプラスは CX5 が2766,500円 CX8 は2994,200円です C セグメントモデルのマツダ3も2から3ヶ月程度さらにマツダのラインナップにおいて精神的な支柱としてまたメカニズム面での軸として位置づけられているマツダさんの 工場出荷目度も2から3ヶ月程度と短めです。5ドアボディのファストバックと4ドアセダンという2種類のボディを用意する松田さんのスターティングプライスはいずれも228万8000円。スプクチという松田独自の燃焼システムを実現したエンジンを積むグレードでも 285万7800円からという買いやすい価格帯となっています。